どうも、委員長にハマっているキチです。アインズとクラチナの鎧が激しいバトルを繰り広げた4期11は、相手の手をすべて出させ、読み切ろうとする戦いは、オーバーロードの醍醐味ですよね。このクラチナの鎧の中の人は、オーバーロードの物語の中でも、相当な重要人物で、物語のラストに関わってくるのではないかと言われている存在です。11話でも、それっぽいセリフが満載でしたね。では今回もカットされたシーンを中心にご紹介したいと思います。今回はアインズ VS クラチナの鎧、アズスとツアーの関係、13英雄の白銀、すべてを知る竜王をご紹介いたします。ネタバレがありますのでお気をつけください。読み込みが甘いところありましたらご指摘いただけると助かります。アインズ VS クラチナ。モモンガ玉がないことからも偽物であることがわかるアインズ。アルベドの口調からもわかるように、このアインズはパンドラズアクターが変身していました。アインズに扮したパンドラズアクターがクラチナの鎧と、アルベドはカワードスーツとの戦いに入ります。2人の今回の目的は情報収集で、あえて相手を倒さないという作戦をとっていました。まずは会話から情報を引き出そうとするパンドラズアクターですが、クラチナの鎧は取り尽くし間もなく攻撃してきます。ライフエッセンスとマナエッセンスを使い、相手の体力と魔力を確認しながら戦うパンドラズアクター。世界断絶障壁を発動した時に体力が膨大に消費されていることを確認し、加えて魔力は皆無な純正子だと確認します。この世界断絶障壁は注意の資源の魔法と呼ばれるもので、結界内に相手を閉じ込める魔法です。ワイルドマジックは一部のドラゴンロードのみが使用できる魔法で、作中に登場しているものではツアーだけが使用しています。この魔法に対抗するには同じワイルドマジックを使えるものか、アルベドが割って入ってこれたようにワールドアイテムを持っていないとできない。パンドラズアクターとクラチナの鎧の戦闘シーンでも一部カットされたシーンがありました。サモンアンデッドトゥースで召喚したレベル70の近接系アンデッドドゥームロード、徐々に体力が減っていくというペナルティがある代わりに、レベル以上の強さを持っているアンデッドです。ドゥームロードはクラチナの鎧をうまく封じており、直接攻撃されることはない。パンドラズアクターはクラチナの鎧を観察します。ネガティブバーストの負の攻撃も無傷、パーフェクト&ワーブルで姿を消すが見切られる。実はこのままドゥームロードを召喚し直し続け、攻撃魔法を使い続けていれば倒すことはできるだろうとパンドラズアクターは考えますが、情報収集を優先してその策は使わないことにしています。アニメでは68レベルのエレメンタルスカロを召喚しておきながらただ浮いているだけでしたが、パンドラズアクターとの連携で攻撃魔法を放っています。エレメンタルスカルトの火、氷、雷、3の攻撃、この中でパンドラズアクターも使えないミストオブスーパーアシッドだけが効果が見られました。その後もテンポラルステイシスで時間対策もしていると分かり、念押しでグレーターブレイクアイテムを飛んでくる武器に使うが効果はない。ここで得られる情報は集まったというところで、アルベドが乱入しクラチナの鎧が撤退しています。2人は情報収集の役目を達成することとなります。このクラチナの鎧は間違いなく強者でしたが、分かったことが多くありました。この鎧はゴーレムのように遠隔で操作しているものではないかという可能性、4本の浮遊している武器も体の一部であるということ、どんな攻撃が効いてどんな攻撃が効かないか、アンデッドに対して有利な能力を持っているということ、そしてアインズ側の手の内も見破られることはありませんでした。まさかアルベドというのがクレイヤーで、魔導王こそが NPC、ワールドアイテムを2つ持っている、強さの底は大体見られたと、その後プラチナの鎧ことツアーが勘違いしています。ツアーはアインズの術中にはまった形となっています。アズスとツアーの関係、遅れて悪かったね、いや気にしないでくれ、俺も今来たところだと、付き合いたてのカップルのような会話で合流するアズスとツアー。ツアーは彼の今来たところというのが嘘であることを知っていました。アズスがおとりとして泳がされていないか確認するために少し離れたところから観察していたのです。もし魔導国の者がいた場合はそのままアズスを見捨てて国に帰る予定でした。今回の魔導国の進軍の際にアズスはツアーに協力を申し出、利害が一致したために一時的に協力関係を結んだに過ぎず、2人の関係はそこまで強固なものではありません。2人の取引でアズスはアルベドを結界の外に隔離する役目を請け負いましたが、クレイヤー
と NPC を知っているツアーはアズスではルベドを抑えることはできないと分かっていました。アズスはそのままされてしまうだろうと思っていましたが、それを言うと協力が得られないと思い黙っていました。予想外にアズスは生き残り、貴重な戦力が生き残ったとツアーは冷静に判断しています。ツアーにとっては人間史に敵対しているわけではないが、積極的な味方というわけではありません。次があったらまた協力してくれるかいと尋ねるツアーに、次かと思うもしく答えるアズス。これはツアーの協力はここまでで、王国はこのまま滅びることを意味していました。王国は滅びるのか、さすがにこれ以上は力を貸すことはできないよ。アズスの問いにツアーは答えます。ツアーは少し感傷に浸りますが、それよりも魔導国と国境を隣接させることへの危機感が勝りました。そして10話でアズスが報告の使者に言ったセリフ、ルフスだったかルファスさんだったかは元気かいというセリフ、この謎の名前の秘密が明かされます。これはツアーの入れ知恵で、報告を牽制してアズスに下手に手を出せなくするためのものでした。ツアーの狙いはアズスよりもアズスのパワードスーツが奪われることを危惧していました。ここでアズスは一つの疑問を口にします。直接お前から聞いたと言ってはいけなかったんだ。情報源が謎であればそこから調べなければいけないだろうと、カクランのために行ったと答えます。しかしもう一つ目的があり、それはツアーとのつながりを明らかにしないことで、いつでもアズスを切ることができるという考えからでした。善人ではありますが、世界を守るために手を汚すことも厭わない信念を持っています。ツアーにとってアズスは拒すことのできない協力者の立場で、勝手な行動をされることで大きな失敗をするかもしれない厄介な人物と思っています。それが端的に現れたのがエナイウルへの救援です。アズスの性格を考えれば、危機の迫った都市の救援に行くことは予測はできたでしょうが、このことで魔導王に警戒心を抱かせてしまうミスを犯しました。もしこれがなければ、王都まで攻め込み油断した魔導王を滅ぼせたかもしれない。アズスのパワードスーツをして奪おうかと考えますが、蘇生魔法がある以上口封じができない可能性があると判断し、アズスの剣を保留にしています。ツアーは世界移動を発動させ、二人はどこかへ転移しました。13英雄の白銀。パンドラズアクターが指摘した13英雄の白銀。ツアーは今回同様にプラチナの鎧を操作して13英雄として活動していました。13英雄は200年ほど前に活躍し、銀勇詩人に歌われる英雄です。魔人とその配下が世界を滅ぼしかけた時に現れ、種族を超えた英雄たちが世界を救ったという物語です。虫の魔人との戦いや、八億王の残した超級のマジックアイテムを持ち出したりと、数々の英雄ターンを残し、最後の戦いで神竜と戦ったと言われています。ウェブ版ではこの魔人は六大神の NPC が堕落し、邪悪を振りまく存在になったとされています。ちなみにイビルアイは一時期彼らに協力したことがあり、数少ない当時を知る人物で、実際は13人よりも人数は多かったと言っています。白銀であるツアーは正体を明かした時には、仲間たちから騙されたと憤慨されたらしい。そしてリクアガネンヤの偽名、アガネンヤは適当につけた名前ですが、リクに関してはパンドラズアクターにも名前を呼ばせないなど、思い入れのある実在の人物の名前を持ってきていると考えられます。リクは13英雄の一人、リーダーではないかと言われています。リーダーとツアーには深い因縁があるようです。まずリーダーの伝承、単なる凡人だったが剣を振るい続けて誰よりも強くなったいう無限に成長できる強さの持ち主と伝承されています。また原作7巻で13英雄のリグリッドとツアーの会話、リーダーの知恵をしっかり全部残せていたら面倒ことが減ったといった記述があることから、ほぼ間違いなくプレイヤーだと言われています。そしてリクは何らかの理由で仲間を害し、自分も暴死、その時のショックから蘇生を拒んでいます。ツアーはリクのことを思いながら、すでに手は汚れている、繰り返すというのかと記述されており、ツアーがリクの暴に関わっていると考察されており、ツアーが害したのではないかと言われています。すべてを知る竜王、プレイヤー、NPC という単語を使っていたり、
マザーを中心としたあの者たちのしようとしていることは間違っている。父が間違っていたように、すべては私たちの過ちだが、許しは子はない、と気になる言葉を次々と放つつは、彼はこの世界の真実、アインズを含むクレイヤーが、この世界にやってきた原因について知る人物だと言われています。丸山小金ちゃんはツイッターで、スハって六大神と取引したことがあれば、八億王と殴り合ったことがあったりもします。あいつ捕まえて情報を引き出すと、やばいね、とツイートしています。スハの知っていることに関してはまだまだわからないことも多いですが、500、600歳以上のドラゴンで、六大神や八億王などのクレイヤーとも関わりがあり、王国が把握している100年の揺り起こしと言われる、およそ100年の周期でクレイヤーがやってきていることも把握していました。そして、外伝、ヴァンパイアプリンセスに登場したエルダーコフィンドラゴンロードキュアイリム、ロスマルバーが、クレイヤーのことを、竜帝の仏と呼んでおり、他の竜王たちもそう呼んでいるようです。この竜帝というのがツアーの父で、ユムドラシルのクレイヤーが、この世界に来た原因だと考えられます。ツアーのセリフ、すべては私たちの過ちだが、許しは子はない、というのは、竜帝によってこの世界に連れてこられたクレイヤーたちを、その子であるツアーが滅ぼそうとしている、ユムドラシルのクレイヤーにしてみると、ひどい話です。最近、丸山小金ちゃんから明かされたことですが、この竜帝のレベルは100レベルオーバーだとツイートされています。ナザリックに所属する者たちのレベルが100で止まっていることを考えると相当な脅威であり、ナザリックを滅ぼすことができるのかもしれません。そして、竜帝は明確に、応じている等の記述はなく、どこかで生存し、大陸の情勢に不介入の立場をとっているのかもしれません。こうなってくるとツアーの強さも気になります。ツアーのレベルは明らかになっていませんが、リグリット曰く、己に縛りをかけてなければこの世界で最強の存在、と言われています。リグリットが竜帝の存在を知らないという可能性もありますが、ツアーも100レベルオーバーであることも考えられます。プレイヤーたちを、世界を汚す力、と認識しているツアー、強すぎる力を持つプレイヤーを脅威に感じており、協力者を探しています。リグリットとの会話の中で、他の竜王たちに協力を仰げないかと尋ねられますが、名前が挙がった竜王たちは八億王との戦いに参加しなかった者たちなので無理だろうと答えています。このクレイヤー八億王はドラゴンたちと激しい闘争を行った歴史があり、八億王に挑んだドラゴンたちはすでに皆、死んでしまっているらしい。現在、生き残っている竜王たちはクレイヤーとの戦いに積極的ではなく、ヘブンリードラゴンロードはずっと空を飛んでいるだけ。ディークダークネスドラゴンロードは地下の巨大洞窟に引きこもって何をしているかわからないと当てにはならないと考えています。リグリットからは人間をめとってこうなした竜王、ブライトネスドラゴンロードであれば協力してくれるのではないかと提案が上がりますが、ツアーの反応は鈍く、それよりもブライトネスドラゴンロードから話に聞いている、会場都市の最下層で寝ている彼女の方が可能性があると答えています。プレイヤーを葬るために戦力を集め、自身も世界で最強と言われる存在、ナザリックとの最終決戦の相手となる可能性は相当高いです。さて、今回はアニメ4期11話、カットされたシーンをご紹介しました。王国編も佳境に入り、残された主要人物たちが描かれるはずです。ラナー、ブレイン、青のバラたちの結末は、来週が楽しみです。読み込みが甘いところもあると思います。ご指摘いただけると助かります。気に入ってくれたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。